高校に入学してからダンス部に入ったのですが、他人の目が気になってしまい、自分の踊りに自信が持てません。どう自信が持てるようになるのか教えてください。また、ほいくんが自信をつけるときやっていることなどありますか。他の人の目が気になってしまうことはいいことやけん。他の人の目が気になったらさ、なんか他の人からよく見えるように努力しようって思えるわけや。なんか他の人の目が気にならん、いや、まあ、なんか いい意味でその他の人、あれ なんだ俺大丈夫か。なんか悪い意味で人の目が気にならんやつって、なんていうと間違っとってもそのまま堂々と突き進んでしまうけど、いい意味で人の目が気になってしまうやつって、やっぱうわこの人からこう見られたらどうしよう、ああ見られたらどうしようって思うけど、やっぱこう見えなきゃこう見えなきゃってなるわけよ。やけなんか良くなりそうじゃね。俺とかもなんかなんだかんだやっぱ人の目って気になったりするけん、なんかなんていうと、なんか常に表に立つ人間として一応なんか例えばなんていうと、なんか髪の毛はちゃんとセットせないかんとか、なんか服はちゃんとなんかちゃんとしとからいかんなとか、なんかなんて言っちゃう、なんか意外と気になったりするところはなんかちゃんとしとうけん、まあなんか別にいいんじゃない、なんか他の人の目が気になるって。なんか俺はいいことな気もするけど、分からんけど、人の目が気になって自分に自信が持てません。まあ俺でも本当に自分に自信がない人間やけんどうしようって感じないけど、普通にまずそもそも俺自身が自分に自信がなくてやけん、なんやろうね、なんかでも自信ってなんか結局出してきた結果に伴っていくっていうか、俺もなんか昔もめっちゃ自信なかったし今も結局自信ないんやけど、昔と今どっちの方が自信ないかって言われたら、まあ、昔の方が自信ないもんね。でそれはなんで緩やかにちょっとずつ自分に自信がついてきたかっていうとやけん、例えばさ、ファンの人がなんかいつも応援してますとか好きですとか街中で話しかけてきてくれたり、なんかツイッターでツイートしたらいろんな人が反応してくれたりとかをなんかちょっとずつ重ねていくことによって、なんか俺ももしかしたら頑張っとるのかもしれんなとか、もしかしたら俺は人気が少しあるのかもしれんなとか、なんかちょっとずつ思えるようになってきて、なんか本当なんやろうね、なんやろやけ、例えば最近やったらコスプレとかも めっちゃ自信なかったしバリ恥ずかしかったっちゃうね、普通にそんなするの初めてやったけどさ、いや恥ずかしいとかさ、なんかどうしよう似合ってないって言われたらどうしようって思うわけよ。スーパー自分に自信がないけど俺、どうしようみたいな、まあどうしようみたいな、なんか似合ってなかったらどうしようとか、もう全然しょうもないって言われたらどうしようとか、なんかいろんなこと考えるわけ。やっぱうわ恥ずかしいなとか、なんか自信ないなとか思うけど、いざ上げてみたらめっちゃ似合ってたとかかっこいいとか言われて、海外の人とかも言ってくれて、なんかその後あよかったなとか、あ似合ってたんだとか、俺頑張れるわとか思うわけよ。やけ なんだよ俺、なんかそういうのの繰り返しであって、なんか俺は特に自分自身で自信がつくようなことをねしきらん。そこはね俺も課題なんやけど、いやでも本当にありがたいね、やけん、もうマジ周りの人に助けられとるだけやけどね、普通に。そうやけん、なんかね俺自身はね自分に自信がない人間やけん、逆に社長とかはねありえんくらい自分に自信があるけん、なんでかわからん、マジ根拠のない自信あるってやつよ。なんか社長はマジでスーパー自分に自信あるけん、社長とかに聞いてみたら言っちゃないから、俺マジで自分に自信ないけんさ、わからん俺はマジで多分一生自分に自信ないんやと思うわ、結局。なんかね無理やね、俺は何もしきらんね